静岡天満町プラザビルは、静岡市葵区天満町6番地の位置にある、再開発ビル。天満町第一地区第一所市街地、再開発事業として整備され、株式会社静岡天満町プラザが、建物の管理を行っている。2017年11月には、ビル内、地下1階から地上5階の商業エリアに株式会社、東急モールズデベロップメント運営の、 静岡東急スクエアが開業している。ライブアピと静岡として入店。その後、生活倉庫静岡店と名を改めて再オープンするも、再三の問題から2000年8月に閉店。生活倉庫静岡店が閉店後、後継テナントが見つからないことから知見者組合等、関係者とともに、株式会社静岡天馬町プラザが直接運営に取り組み、大型専門店ビル。 5J を2000年10月に開店。これは、生活倉庫静岡店閉店後数ヶ月でのオープンとなり、異例の速さであった。その後、2006年に渋谷109ドリームズが地下1階にオープンし、その後の静岡109の開店へとつながった。渋谷109ドリームズ開業後の営業成績が当初、目標を二割上回る好調さであったことに加え、周辺における マルコの出店や同所に隣接して丸い静岡店が立地しているなど強力なライバル店舗の存在による競争力強化の必要性から株式会社東急モールズデベロップメントが商業フロアを全て借り上げ新たに静岡109として2007年10月に開業することとなった。なお2012年のフロア改装をもって地下1階も109の一般フロアとなり 渋谷109ドリームズの名称は消滅している。しかし、競合店やインターネットショッピングの台頭、静岡市内の若者人口減少に伴い、業態変更で手コ入れを図るため、2017年7月に閉店した。静岡109に代わる商業施設として、全面改装の上で新たに、静岡東急スクエアを開業することとなった。 地下1階の一部店舗のみ2017年7月より暫定営業を開始し、同年11月に全館グランドオープン。静岡東急スクエアに関するカテゴリー。ありがとうございます。